大梅市立第三中学校は東京都大梅市にある市立中学校。平成19年度、20年度の大梅市研究指定校に指定されている。西多摩郡霞村立霞中学校として1947年4月1日に設立され、同年5月7日に開校。公明は1951年に大梅市立霞中学校へ。 二年後の1953年に、現在の梅市立第三中学校へと変更される。1997年に創立50周年を迎える。2003年に扇風機が設置された。また校舎 A 棟は渡り、廊下で B 棟と体育館に接続されている。特徴として、現在は使われていないが、 横田飛行場からの飛行機の騒音対策として1967年に防音校舎となり、ほとんどの教室が窓を二重にできるようになっている。大梅市立第三中学校、大梅市立第三小学校、大梅市立今井小学校の3校の PTA が持ち回りで漢字校を務め合同コンサートを開催している。 2011年4月1日現在の通学区域は以下の通りである。また、東側は埼玉県との県境まで通学区域に入り、広くなるため、岩蔵街道を境に、東側の通学区域の生徒は自転車通学が認められている。生徒は主に、大梅市立第三小学校と大梅市立今井小学校の出身者。ありがとうございます。